ヌビアアイベックスキャプラヌビアナはヤギ族に属する哺乳類の一種。主にアラビア半島やアフリカ北東の山岳地帯や砂漠に生息する。一般的にはアイベックスの亜種であると考えられているが別種である可能性も考えられている。野生の個体数は少なく1200頭と推定されている。体長105から125センチメートル。 肩高65から75センチメートル、体重25から70キログラム。泡菓子色の体で下腹部は白く、オスの背にはアンカ子色の島がある。オスは長さ120センチメートルにまでなる背中に向けて湾曲した長い角を持っているが、メスのそれは小さく30センチメートルほどである。標高200メートルから2000メートルの岩の多い。 乾燥した産地に生息している。朝と夕方に、草本や葉を食べに出かける、日の高い日中は、日陰で半数をして休み、夕暮れになると岩場に戻って眠る、寒い冬季や雨の日は、洞窟で眠ることもある。天敵は日と大陸狼金色ジャッカル表はし、等である。オスは普段は単独で行動しているが、 繁殖期の10月頃になると、メスを巡り押し同士で戦いをして5頭から15頭のハーレムを形成する。妊娠期間は5ヶ月で1頭から2頭の子供を産む。生成塾は2年から3年。寿命は約17年。食用や稼働ハンティングトロフィーにするための飼料や家畜との食料の競合が脅威となり、絶滅危惧種に指定されている。 かつて生息していたシリアとレバノンではすでに絶滅しており、残っている個体も広域に分散して小さな個体群ごとに暮らしているため遺伝的、多様性の欠如も危惧されている。正確な個体数は不明だが1200頭以下と考えられる。ありがとうございます。